皆さん、こんにちは。今日は、ハーバードの問題ですね。これは、まあ、パッと見れば、8がえ2の3乗だから、見て、3乗のログ X-2 のログ X が5だと。で、これは、 これは20ですね。で606だから120。ということでえもちろん x が2の 6x だとすればいいわけですね。すると3乗マイナス y のが120。でこういう式。 がある時はですね必ず1から5までの数字をパッパって調べてみてなんか出るんじゃないかということをやるように習慣づけるといいですね大抵の場合これで済んじゃうんですけどこの場合は、えー、例えば1 2 5 5五でいきますよねということはこれがあるということですねこの 因数分解の因子にこれがあると。これ分かってれば簡単になるんですよね。これが例えば、マイナス5の3乗として、えっと、そして、えー、えー、マイナス y。で、5の3乗だから120こう引く,引くんだからこれ足さなきゃいけない。ということで、y の3乗。 この3乗プラス y マイナス5とああプラスじゃないマイナスだねとていうことになるとえー、これこっちに移動しますね y ス5の y の2乗プラスえー、5y プラス、えー、25ですね え、これ、マイナス1。ということで、これ24になりますが、これの、え、ネガティブですね。なしと。で、これだけということですね。で、この場合に関して、この y、y イコール5が、ログ、えー、 2のログ X を解けばいいと。で、これはですね、両方ログ取ると、えー、ログ X のログ2がログ5ですよね。えー、すると、ログ X は、えー、ログ5の ログ2で両方エクスポネント取れば x ですねエクスポネンションのログ5ログ2と,と出てくるということですね。でこれを計算しろっていうことになると計算機が必要になりますよね。 だから、これ以上は計算しなくていいでしょう。ということですね。ちょっと早かったですか、えー、もう少しゆっくりしてもいいかなはい。それじゃあ、今日はそこまで。